企業ロゴドミニオンエナジーは電力及びガス会社を傘下に保有するアメリカ合衆国の持ち株会社バージニア州リッチモンドに本拠を置き18の州で事業を展開しているニューヨーク証券取引所上場企業ドミニオンエナジーのルーツはバージニア州及び周辺の州で運河や水力発電を運営していた前身の会社を通じて 植民地時代に遡るが、1909年に鉄道の運営及び電力、ガスの供給を行うバージニアレールウェイパワー、カンパニーが設立され、地域住民及び企業への電力供給を行う大組織となった。1925年にストーンウェブスターの資本家となり、フレデリックスバーグのスパッチェルベニアパワーカンパニーと合併し、 バージニアエレクトリックパワーカンパニーとなった。ベップこと、通称された同社は、1947年に、ストーンウェブスターの資本家を離れて、以降は、独立した株式会社として、成長、引き製分野の新たなエネルギー事業の機会を得る。目的で1983年に、持ち株会社のドミニオンリソーシズが設立され、参加に、 エネルギー事業を行う子会社を置く形態となった。2000年にスタンダードオイルの更新企業の一つであるコンソリデーティッドナチュラルガスを買収2000年代を通じて事業整理が行われたが2016年にユタ州のクエステルコーポレーションを買収しアメリカ中西部に進出2017年2月に現社名への変更を実施2019年1月には サウスカロライナ州に拠点を置く、スキャナコーポレーションの買収を完了し、事業拡大を続けている。ドミニオンエナジーの電源割合としては、原子力発電と LNG による発電が各4割前後で、きっしており、原子力発電を重要電源として維持する一方、LNG による発電の割合を増加させ、かつて最大の割合であった。 石体火力による発電にとって変わる方針をとっている。再生可能エネルギーの割合は4%である。ありがとうございます。